源氏物語夕顔第14条。源氏の君17歳、六条の宮洲どころ24歳、夕顔19歳の頃の物語。高原氏は父、桐壺邸の第二王子。母は身分の低いサラ衣。源氏という臣下の身分に落とされ、スベロギー継承権もないまま育てられた。幼い頃から美しい美貌で、学問にも優れていた。亡き母によく似た継母、富士壺を慕い続ける。桐壺邸は光源氏の父である。桐壺邸と古貴殿の女子との間に第一王子がいた。が、桐壺皿衣への愛情は特別で、皿衣亡き後に富士壺を迎えた。後に富士壺と光源氏の間の子供を我が子として養育する。光源氏22歳の時上位し、翌年死去。桐壺の行為は、光源氏の母であり、古代納言の姫君である。帝の寵愛を一身に受け源氏の君を設けたが、女子たちの妬みを受けて、病気になってしまう。高原氏が3歳の時に病死する。古貴殿の女子は、右大臣下の姫君で桐壺邸の正妻。第一王子、後の朱雀邸を設け、朱雀邸即位後にはスベロギフト号になる。絶大なる権力を振るうことになる。妹、おぼろ月夜と源氏の君の密会を理由に、源氏の君を政界から葬る。朱雀邸が重い病気になり、自らも病気になってしまう。源氏の君と敵対する立場に。夕顔は、唐の中将が愛した姫君である。三歳になる姫、玉飾を設ける。唐の中将の正妻、右大臣下の四の君から恨まれて、宮殿から姿を隠して住むことに。その後、源氏の君と関係を持つことになる。しかし六条の宮寸どころのの生き量に取り憑かれて、命を落とすことになる。優しく素直な愛らしい姫君だった夕顔は、死後も源氏の君が忘れられない存在であった。源氏の君が六条の宮寸どころ坊兄の東宮の妻のお屋敷に忍び通い始めた頃、代理から出る途中には、二番目の乳母が重い病気になり尼になっていた。源氏の君は乳母のお見舞いに行こうとして、五条にある家を訪ねました。屋敷の隣には、狭くて質素中から美しい女性の姿が見え、源氏の君のお車を覗いている。様子でした。源氏の君もはっきりとは見えない女性の姿に興味を持ち、じっと見ていました。家の塀には、鶴花の植物の美しいかずらがあり、白い花が美しく咲いていました。源氏の君は、そこに咲く美しい白い花は何ですか？と独り言のように言うと、護衛の人は。その白く咲く花は、夕顔と申します。このように美しい名の花が、こんな粗末な垣根に咲いておりますと答えた。私が心惹かれた美しい花が、こんなに粗末なところに咲いているのも、花の宿命なのか。一房折って参れと言うと、家来は門に入り、一房折りました。引き戸のところには、黄色い涼しの一重袴を着た美しい少女がいて、家来を招き入れて、白い扇を差し出して、こう言いました。ここに乗せて差し上げてください。枝も頼りない風情の花を、と。そして、それを源氏の君に差し上げた。鍵をどこかに置いてしまい大変けしからんことだ。むさ苦しい王子に長い勘を待たせいたしましたと声がして、乳母の家の門が開きました。源氏の君は、久しぶりに会う乳母に涙しました。二人は泣きながら再会を話しました。源氏の君はお車に戻り、先ほど護衛からもらった扇子を見ると、流しかきがしてあった。それとなく、あの方かしらとお見受けしました。白露のような、高貴な方の、美しさをさらに添えてくださった夕顔の花に、私に。この西にある家には、誰が住んでいるのか。と護衛に尋ねたところ。この5日6日ここにおりますが、病人を心配しておりましたので、隣のことは聞いておりません。と、そっけなく言った。夕顔の元に通う源氏の君だったが、ある夜、二人で夜空を眺めながらうとうとしていると、源氏の君の枕元に六条の宮寸どころの生き量が現れた。そのうち、夕顔が病気になり、亡くなってしまう。
悲哀に暮れる源氏のも病気なってしまう。そうして、源氏の君は、物思いに沈む日々を過ごしていくことに、亡くなった夕顔も、今日別れるうつせみも、二人それぞれの道をどことも知らず行ってしまった。自分は取り残され途方に暮れている。この秋の暮れに、